はいどうもカパ園長ですさてと、じゃあ、もう一個のなんか、もう一個の政見放送じゃないですけど、またなんかおかしいのが、こ見ましたあの、可愛い,い私の政見放送を見てねって言ってた人って言ったら分かりますかねなんかね、もう、なんか、この人がどうこうっていうよりも、なんかもう、後ろの、なんだっけ、この通訳じゃない、あ、手話の人、手話の人がもう気の毒すぎて、そっちに目行っちゃって。 うん、まあこれあの興味ある人はちょっと見てあんまりおすすめはしないですけどもうこういう人がいるんですよね、えー、候補者名がこの内野愛理さんという、まあ、女性の方なんですけど要はこの人なんだろうな、まあ可いいのか可愛いくないのかはそれは見る人によっていろいろだと思うんでそれは僕がどうこう言う、ね、あれじゃないんでただね なんかね、突然、なんか緊張して暑いみたいな感じで突然服脱ぎ出すんですよね、この人。政見放送中ですよ、はあ。いやー、おかしくね、どう考えても。しかもそれで、なんかねなな、何が言いたいのか。<laughs> な,なんかちやほやされたい欲、でもそんなんでさ、立候補されても困るしね。なん,なんとも しかもなんか顔,顔特徴はなんか、ね、明るい、なんか笑ってる風、目つきっていうのかな、なんかそのし,ょってしょってるもんじゃなくにじみ出てるもんがな何て言ったらいいんだろう、こういうの。なんかそういう人いるじゃん。なんかあんまり近づいたらちょっとなんかやばそうだなみたいな人、ちょっとこう狂気じみてるような人。 なんかうまく伝えられないな。まあなんかちょっと、あの、不気味といえば不気味ですよ。可愛いとか可愛くないとか、そういう話じゃないですね。うん。てか、そういう人がそういう状態で、ね、よう出てこれるなって思いましたね。てか、出す方も出す方かな。まあ、立候補者だからしょうがないか。ちょっとなんか、あの、目つきがやばいんで、ちょっと遠慮してもらっていいですかって。<laughs> いやー。 子供とか見たらなんかこう勘違いするよね、選挙って、ね、なんか出たい人は何で,もいい何でも出ていいんだ、何言ってもいいんだ、何やってもいいんだみたいな、なんかもうちょっとさ、なんかもうそもそもこの政権放送、この人に限った話じゃないですけど、この選挙、選挙、もうちょっとなんかないの、やり方。<笑><笑>あまりにカオスすぎると思うんですけどね、これ。うーん まあいいやちょっと内容ざっくり、えーまあ、都知事選ですよね、この内野愛理さんという人ですよね、えー、もうなんかアピールしていることが、なんかこの都政とかじゃないんだよね、このあれと一緒昭和の、昭和の都市伝説のなんかなんんかだっけあれあ口先女、私可愛いみたいな、セクシーでしょみたいな。

かわいい私の政権放送を見てね、代表。え、これがね、なんかね、これ、政党名なんだよね、確か。政党名じゃないか、所属名だよね。うん。代表の内野さんが登場したと。で内野さん、5月に、都知事選の立候補表明、その際、政治団体、その団体名だよね。かわいい私の政権放送を見てね、<laughs> そう、これ、所属名なんですよ、団体名なんですよ。 その代表を名乗っ僕、これ見るまでは知らなかったんですけどね、うん、全然、うんで。知事選の告示後も街頭演説に出た際には、ね、撮影を求められるなど人気者となっていた中、ようやく政見放送が封切られたと。<laughs> 人気者だったのこの人、うん なんか本当後ろの手話の人が可哀想。もう手話の人にしか目いかないんだけどな。ひどいっていうか。で、まあ話題の人だと、時の人だと。で、知事選の。まあ、その、なんか表で街頭演説に立つと、もう、なんか。人気者だったと。なんかそういう。あ、こう、なんていうの、あたしこ、あたしこじゃないか <laughs>。なんつうんだっけ。なんかもう自己顕示欲というか、なんかそういうなんか。 ちょっとなんか突き抜けちゃった人ってこういうの大好きでしょなんか、うん。ちやほやされるとはちょっと違うけど、うん。なんかそういう欲求ってあるじゃん、人って。ね。うん。ではもう待ち遠しい人がたくさんいたっていう体で書かれてるんですけども。ただまあ、なんだろうな、この世紀末感っていうんじゃないけど、なんか世も末感っていうのかな。<laughs> なんか、いや別に政治とはこうあるべきだとかね。選挙のなんか、 いやそれでも限度ってあるじゃん、そういえばなんかあれですね、NHK との立花さんがまたなんかすいませんって、わび入れてましたね、なんか三浦さんのほら、あなんか無断使用この、またポスターでね、なんかあったよね、なんか次から次へとさ、ね、なんだろう、う確認の作業なのかな、ね、これ以上は、ね、ここまでは OK だけど、これ以上はやっぱダメだったっていう、なんかね。 うん、でも、ある意味、なんかそういうこのグレーな部分、ね、どっちともなんともあ,あれな、このなんか、要は日本人同士とか、日本社会特有のこのね、えー、いや、まあ、その常識とかさ、良識とか、まあ、それぞれの判断に委ねる的なところが、もうなんかそういうのはもう良くないというか、それだとなんかもう勝手な、ね、自分にとって都合のいい解釈をして、とんでもないことを言ったりやったりするやつがやっぱり、昔に比べたら増えてるから。 うん、だからそこはもう白黒はっきりつける。ね。それはダメ。ダメなものはダメ。それはダメなもんでダメ。うん、そういう風にしないと分かんないんだろうね。うん。まあでもしょうがないな。もうそれも時代の流れって言われれば、そう。あ、そっかとしか言いようがないですけど。ね。うん。そもそもこんな話してる僕がもう、ね。古いオールドタイプなのかもしんないし。世の中的にはさ。ね。うん。<laughs> いやまあ別にしょうがない。ねみんな順番に年取っていくからさ。<laughs> ねそれはしょうがない。逆らってもどうにもならないんで。うん。でまあ話戻りますけど、メガネ姿で登場したこのうちの候補がね。やっとみんな会えたね。私があの、可愛いで有名なうちの <laughs>、これ、表現しきれない <laughs>。伝えきれないな。えー、今可愛いと思ったカメラの前のあなた。そう、あなたよ。カメラさんそんな目で見ないで可愛いいからってダメよ。みたいな。 ずっとこの調子なんだよね。<laughs> うん。カップ狂ったかって思ったら、この確認してください、オリジナルを。ね。僕が狂ってるんじゃないです。<laughs> こんな、こんな感じなんですよ。そう。で、なん、なんて言ったらいいんだろう。でもさっき言ったようこのなんかね、目が座ってるというか、なんかもう本当、どこ見てんだろうっていう、そういうなんとも言えない表情なんですよね。うん。だから、可愛い可愛くないじゃないくて、なんか、 うん、でまあ見つめられてね緊張で熱くて困っちゃうみたいな始まって服を脱ぐっていうねで眼鏡も外してこれは何姿っていうのかな、うん。可いいだけじゃなくてセクシーでしょとねアイリーって名前すごく可愛いと思わない名前だけじゃないよね顔も声も何な,なら仕草さも可愛いんじゃない知ってるありがとう可愛いでしょっていう調子で。 もう可愛いいいしか言ってないみたほんと後ろの手話の人が大変っていう政見放送、ね、興味ある人は見てみてくださいそれではまた明日ごきげんよう